アベノマスクの配布を求める申請が相次ぎ、期限が延長されました。安倍政権がおととし配布した布マスク、いわゆるアベノマスクは8054万枚の在庫があり、保管に6億円以上がかかっています。厚生労働省は希望する自治体や個人などに100枚単位で配っていて、申請は6日までに8万5000件、枚数では850万枚以上になるということです。厚労省は想定より高い関心をいただいているとして、14日までとしていた申請期限を28日まで延長すると発表しました。配布されなかったマスクは用途は問わずに売却し、最終的に残った分は3月に廃棄されます。